はようございます、モーリーです。ただいま群馬県から長野県に向かって、内山峠を越えております。雪です。4月に入って桜ももうすぐ散るというのに、こんな風になるとは思いませんでした。一応スタッドレスタイヤを履いているので大丈夫だと思いますけども、安全運転で行きたいと思いますよ。危ないですね、霧も出てきました。はい、ということはさておき、皆さん、いよいよビッグなお知らせです。ビッグサーバーへの道DVD が発売となります。冗談みたいな企画で始まったものなんですけれども、いろいろとご意見いただきまして、ぜひ家で DVD でもテレビでも見たいということで、ご要望にお答えいたしまして DVD 化しちゃいました。今まで YouTube でご覧になっていたものがもちろん全てなんですけれども、それを盛り込んだものプラス、全く同じものではつまらないので、さらにオリジナル作品を、おっとすごい霧だぞ、あっと危ない、減速という旗が振っております。確かに危ない、ここは危険だ。工事中か。いやすごいとこに来ちゃったぞ。安全運転で行きましょう。この DVD には YouTube には公開していない作品を約1時間60分盛り込んでおります。どんな内容かって言いますと、私が、市川工事にサーブのレッスンを受けたもの、これがですね大変長くなってしまって、ちょっと編集のしようがないなっていう感じで、YouTube にはちょっと公開しませんでした。たっぷりと DVD の方に盛り込んでおります。それから、コーチがコーチにアドバイスということでですね、おなじみの榊原コーチと花木コーチが、それぞれのサーブについてこうアドバイスを、花木コーチが打つサービスに対して榊原コーチがアドバイスを、それから榊原コーチが打つ、サーブ、おっとトンネルだ、うおー真っ白だ、榊原コーチが打つサーブに花木コーチがアドバイスをという内容です。これはですね、それぞれコーチ当然、サーブはしっかり、打てますので、それをさらにどうこう合わせるかっていう、なかなかの、どんなアドバイスが飛び出すか、それは見てのお楽しみっていうことですよ。なかなかこれは、ちょっといつもと私に対するアドバイスと違う、いいものがあるんではないでしょうか。それからタイブレ対決、ジュキ太郎なんかと私対決しましたけども、今度は榊原太郎対ジュキ太郎という対決、お互い選手同士ですからね、なかなかレベルの高い内容となっております。それから、なんと榊原を今作詞に入りました。こちらも雨というかみぞれ、いや長い下り坂危ないですね。ゆっくり行きましょう。どこまで話しましたっけ。そう、タイブレ対決、太郎対樹木太郎の他にも、太郎対俊介、榊原太郎対花木俊介コーチのタイブレ対決も盛り込んでおります。これもなかなかものですよ。レベルが高いです。
ちらの方ですね、あの YouTube には非公開ということですので、 DVD を買った方のみ見ることができます。ぜひ、お買い求めくださいということで、まだまだビッグサーバーへの道は続きますけども、これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは。